クズのシメ部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、すでにもう目の前にありますね、プレミアムバンダイから HG ドラゴンボール Z フリーザ完全セットということでね、こちらを今回はご紹介させていただきたいと思います。早速ね、輸送箱の状態なんでね、こちらをちょっと、箱出してみましょう。はい、どうです、この箱の段階でもうね、すごいね、フリーザが8体あるね、丸ごとフリーザ、はい、いやこれもね期待しちゃいますね。このシリーズはねかなり出来がいいんでね、今回のフリーザセットも期待しちゃってます。早速ね、箱の外観をぐるっとね見ていただきましょう。はい、ということでね、箱の外観をね見ていただきましたが、いやこちらねすごそうですね、はい、言わずもがなすごそう。ではこの箱からもね出して、多分ブリスターに入ってると思いますんでね、そのブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね、はい、こんな感じです。ちょっとね支えてないとね倒れちゃうんで、まあこんな感じで入ってるっていうのだけね、ちょっと全体的に見ていただければなと思います。はい、では早速ね1体ずつじっくりとね見ていきたいと思います。はい、ブリスターから取り出しました。ではね1体ずつ確認していきましょう。とりあえずね携帯ごとに行きましょう。第一携帯からね、最終フリーザ、ゴールデンフリーザ状態まで見ていきたい、順番にね見ていきたいと思います。ではまず最初こちら、はい、これはもう第一形態のね、普通に飛んでいるフリーザ、ポットからね出て普通に浮遊しているフリーザ、これ小首かしげてんのかなと思ったんですよね、あれこういう感じだったっけなって。一応ねパッケージ見てみましょう。はい、パッケージだとね、あれ首かしげてねえじゃんあれえ、ちょっと待ってよと思いましたね、これね、これは変形しちゃってんのかな、温めれば治るかな、別にこう可動式じゃないんですよね。いやこれ温めて治るかどうか、まあ後でちょっと試してみますね。はい、でもねこれね出来はほんとやばいぐらい、このね頭部のこのクリアパーツも綺麗ですしね、やっぱ HG として見たらねクオリティ高いですよこれは。素晴らしい。でこちらね台座が付属するんですが、この台座が特殊なんですよね、何せ宙に浮いてる感を出すのでね、別パーツで補助がねこんだけつきます。はい、3体浮遊してるポーズがあるんで、3体分のね補助パーツこちらがね付属しますね。はい、まあ、一応ね組み立て方がわからないんでね、サイトを通してちょっと組み立てたいと思います。それはね最後の方でお見せしたいと思います。はい、続いてのフリーザこちら、はい、出ましたね、この必殺じゃねえけどね、もうじわじわと炙り殺しにしてやるっていうねあの怒り狂ったようなフリーザ、はい、めっちゃ顎外れんばかりにこれね開いてますね、これはねまあ個体差でしょうね、目のね点がちっちゃい気がするんですよ私の、
なんかねちょんってついてるぐらい。ちょっとこれもパケと比べてみましょうか。はい、パケがこれですね、うん、で私のがこちら。まあ個体差かな、気のせいかな。まああんまり気にしすぎてもね、良くないんで。でスカウター付きなんですけれども、このスカウターがちょっとチャッチーかなーっていう感じはありますね、うん、もう少し形をちゃんと整えてくれてたらよかったなーっていう感じはあります、はい。まあ、それ以外はね、第一形態としてはやっぱりいいじゃないでしょうか。続いて第二形態、こちら。かっこいいこれ。第二形態にフリーザってめっちゃかっこいいよな。こう見ると頭身がでかくなるからね。ちょうどねこうね変身してね腕を振り上げるバッっていう時ですね。いやこれは出来いいですよ。この顔といいね、もう似てますね。いやーこれはいい、かっこいい。この角度めっちゃかっこいい。これはねもうすでに補助パーツはめてありますね、これはタッチポーズのやつなんで。いやボリューム感がめっちゃ増しましたね。第一形態ちっちゃかったんですけど、やっぱ第二形態になるとねめっちゃ大きくなるんでね、ボリューム感がすごい。これはねほんとね普通のガチャガチャレベルではないですね、もうね、いや素晴らしい。顔の造形めっちゃいいじゃん。うわ、はい、第一形態。続きましてが第三形態、はい、こちら。はい、出ましたねこのね、もうエイリアンチックな見た目。めっちゃシルエットはもうエイリアンだもんな。いやすっごいまがまがしいよねこの形態のフリーザは。もうね角とかがなんかもうねすごい形になってるしな。もう多分今後ねフリーザはこの形態にはならないでしょうね。これもボリューム満点だね。ここのね頭部のクリアパーツとかの量が増しましたんでね、すっごいなんかね綺麗なんですよね、画像だと青っぽいんですけど実際紫ですね、クリアパープルで尻尾切られたところもね断面とかね、いやーすごい。顔もね似てますね、凶悪なこの顔。いやこれ似てるわ。いやすっげえ。はい、第三形態で続いて最終形態ですね、第四形態、こちら。はい、
こちらはね、あの宙に浮いてね、悟空をね、木の玉みたいな感じで閉じ込めてバッてね、押し出してるポーズのやつですね。あのね、通常のタッチポーズ、変身したばっかのタッチポーズのやつっていうのはね、いろんなジャンルでねフィギュア化されてますんでね、こういうアクションチックなポージングのやつってなかなかないんじゃないでしょうか。これまた似てますね。いいですね。うわ、これはいい。今度は死ぬかもね。はい、続いてもう一つ最終形態、こちら、はい、出ましたね。こちらはもう最終決戦のね、フルパワーの時のフリーザです。フルパワーフリーザ、あー、いいね、この角度最高。いやー、これも似てるわ。もう血管のね造形とかも作り込まれてますしね、盛り上がった筋肉、これもすごい再現度高い。いや、素晴らしいね。いやー、いい。わお。はい、こちらがね宙に浮いてるんでね、さっきの補助パーツをつけないと自立しません。続いて復讐のためにまた地球にやってきたフリーザ、こちら、はい、メカフリーザですね。これね、なんか正面向いてるだけのやつとかね結構あるんですけれども、これね斜め向いてるんですよね、目だけ斜め向いてる。かっこよくないですか。かっこいいんだよな、この絵。目線変えるだけですげえかっこいい。何これ。まあ余裕かまして地球に来てね、トランクスに蹴られるっていうね。いやー、もう造形といい塗装といいね、完璧ですね、このフリーザ。いや、いいわこれ。はい、最後はゴールデンフリーザ、こちら、はい、このゴールデンフリーザはね、こう相手を見下しているかのように手を広げている感じですね。これもまた正面は向いてないですね、下を向いてる感じ。神々しいね。いや、出来は素晴らしい。まさにゴールデンだよね。2色の金色を使い分けている。はい、ゴールデンフリーザ、はい、以上でね8種類全部ご紹介し終えましたので、とりあえずね目の前にちょっと並べてみますか。はい、一応ね補助パーツ全てつけました。こういうのとかね、もう太ももにねこういう補助パーツつけて、その下に支柱をつけるっていう感じ、珍しいスタイル。でもこれによってね、こういうかっ
っこいいポーズが決まる。こちらの最終形態もね、そうですね、はい、ここに太もものところに、補助パーツをつけてその下に支柱と、はい、こんな感じですね。でそれぞれつけたんですが、そうですね、一つ残ってますね、はい、問題の、はい、こちら小首をかしげているフリーサちゃん、はい、こちらはね、補助パーツはこういうやつですね、はい、これをここの腰にこうジョイントすると、そうするとこうやって浮いたポーズで飾れるんですが、これね、この首かしげてる原因が分かりましたね、うん、これ一応ドライヤーでやったんですけど、これ治んないですね。でその原因がね、よーく見たらね、肩と首の角度がもうそもそもがね、もう右に傾いちゃってんだよね、うん、これはもうそれは右向くよねなので多分これ初期不良です、はい。これはちょっと申し訳ないけど、バンダイさんにね、うん、お客様サービスセンターにちょっと問い合わせる感じになっちゃうねこれね、うん、これはどう見ても右向くだろう、うん、そりゃフリーザもはてなって感じだよな。首の根元がもう右向いちゃってんだもんな、思いっきり斜めはい、というね、残念な答えです、はい、こちらはサポ戦役、まあとりあえずね背景を変えてね、回転させてお別れしたいと思います。そうそうそう、あのね、もう一体いましたね、あの下に転がってて分かんなかったわ、はい、こちら第三形態のフリーザですね。こちらね、これが補助パーツなんですよ。要はここの尻尾にかませるんですけど、これ一貫性重心が前に行ってるんで、これね全然これあれ自立しないと思ったんだけどな、なんかね重心が前にあるんでつんのめっちゃうんですよね、うん、これ多分うまいことバランス取れたから立ってると思うんですけれども、はい、うん、これは多分個体差とかじゃない仕様な感じがするんですけれどね、うん、改善の余地はあるかと思います。という感じでね、じゃあとりあえず回転台座に乗せてね、じっくりと見てお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。私の戦闘力数は53万です。貴様らを許すと思うか、一匹残らず生かしては解散ぞ。今の痛かった、痛かったぞ。見くびっていたな。言っておくが、今のはまだ全力じゃないぞ。 70% ほどでしかない。宇宙の帝王フリーザなんだ。俺に殺されるべきなんだ。
では始めますか。